聞いては、イギリスの SF ドラマ、ドクター・フーの第8シリーズ第4話。スティーブン・モファットが、脚本、ダグラス・マッキノンが監督を担当し、2014年9月13日に BBC1 で初放送された。イギリスでの視聴者数は701万人で、脚本、演出、演技が、批評家から称賛された。本作では、 異星人のタイムトラベラー12代目ドクターが完璧に身を隠す能力を持つ生物を創作する。彼のコンパニオンであるクララ・オーズワールドは元兵士の同僚教師ダニー・ピンクとのデートに苦心する。ドクターの時でウォードクターがモメントの起動場所に選んだナヤは彼が幼少期にガリュフレイで暮らしていたナヤであることが明かされた。 12代目ドクターは、ターディスで目を覚ました際にソンタランズ・パーバーティング、ザ・コース・オブ・ヒューマン・ヒストリーとオーソン・ピンクに述べており、これは、ロボットの反逆で4代目ドクターが最初に喋った、セリフの繰り返しである。セリフ自体は3代目ドクターのザ・タイム・ウォーリアーに対応するものであった。12代目ドクターが何も聞こえないと主張した、サイのセリフノット・エクリックは、エティックは、 デス・ツー・ザ・ダーレックスでの三代目ドクターのセリフであり、クララが幼少期のドクターに囁いた、フィア・メイクス・コンパニオンズ・オブ・アス・オールは、初代ドクターが、アン・アン・アース・リー・チャイルドの第3エピソードで述べたセリフである。ダグラス・マッキノンが、初代ドクター役俳優、ウィリアム・ハートネルの少年時代の写真を発見し、ヘアスタイル担当チームが、少年ドクター役の俳優の髪型を、ハートネルに似せた。 スティーブン・モファットは、インタビューで、私の衝動は、何もすることがない時に彼は何をするのか、という疑問に橋を発している。彼はビルを降りる時に面白いと思えば飛び降りもする、人だ。彼は何にでも魅了される。そして何もすることがない時、彼は何かに噛まれるまで棒でつくだけなんだ。それは面白いことじゃないかスリルを求める者の,の側面があると述べた。 ドクトルフマガジンのインタビューでは、モファットは予算のかからない室内劇を書いたことがなく、自分でもそれを実際に書けることを示したいと思い、第8シリーズの中盤にそのようなエピソードを制作することにしたと明かした。台本の読み合わせは2014年2月11日に行われ、撮影は2月17日にポースコールのザレストで開始された。 2月24日と25日には、カーディフ湾のマーメイド埠頭に位置するミモザレストランで撮影が行われた。撮影は、カーディフのウィットチャーチのビュートパークでも行われた。幼少期のドクターを演じた俳優はエピソードでは明らかにされなかったが、後にドクトル風マガジンにてマイケル・ジョーンズであることが明かされた。聞いては、マイアミの BBC ワールドワイドサーバーから脚本が流出した。 エピソード5本のうち1本であった。さらに8月23日には、視覚効果と吹き替えのないエピソード本編が流出した。この流出事件は、深呼吸、ダー,ーレクの中へ、シャーウッドの森のロボットや、次話、銀行強盗に続くものであった。イギリスでの当夜の視聴者数は481万人、視聴選挙率は23.5%を記録した。 リアルタイム以外での視聴者を合わせると視聴者数は合計701万人に達し、その週のテレビ番組では、ブリティッシュ・ベイク・オフと X ・ファクター、コロネーション・ストリートに次ぐ結果を残した。アメリカ合衆国では合計113万人が本放送を視聴した。聞いては、批評家から絶賛され、数多くの批評家がモファットの脚本やマッキノンの 演出及びカバルリア・コールマン及びアンダーソンの演技を称賛した。アプリシエーション・インデックスは82を記録した。インデペンデント誌のニーラ、デブナスは本作を今までのスティーブン・モファットの作品でおそらく最も恐ろしいエピソードであると評価し感動的な部分と恐ろしい部分を高く評価した。彼女はコールマンの演技を称賛して本作で クララが最高点に返り咲いたとも主張した。デジタルスパイは本作を賞賛して5点満点の評価をつけた。スマートで恐ろしくそして見事だとまとめ、モファットの脚本とクララのキャラクター性の発達を賞賛した。知性的でロマンチックかつ恐ろしい、聞いては、頂上現象についての閉塞的な物語か、自分自身を騙して支配する心の能力を巧みに、 反映している物語だが、いずれにせよ素晴らしい作品であるとして、レビューは締めくくられた。ラジオタイムズは本作を、ドクター風史上最も概念的なエピソードであるとし、私たちを驚かせてくれるな、モファットと主張した。ガーディアン氏のダン・マーティンは、本作が波外れて良いと評価し、本作の脚本がモファットの最高傑作であるとも、考えた。 ザ・ AV クラブは本作に AA の評価をつけ、長年で最高のエピソードであると評価し、このエピソードには最上級の言葉が尽きるかもしれないとも述べた。モファットがドクター風で書いたエピソードとしては11番目の時間以来であり、51年間で最も誠実なドクターの掘り下げだったとの論評がなされた。デイリーミラー紙は本作を5点満点中4点と評価し、 ドクターフーは恐怖心に訴えかけソファのクッションの後ろに隠れるようにするものであるべきだ。そして聞いてはこれを見事に実現していると述べた。スレート氏のマック・ロジャースは聞いてを長年のドクターフーで最高のエピソードだとし巧みに展開されていてドクターフーが何でもできることを証明していると評価した。同様に 脚本カポール・コーネルもドクターのキャラクター性への問いかけやシリーズの決まり文句の逆転を称賛し、史上最高のドクター風の物語かもしれないとコメントした。本作は2015年にブラム・ストーカー賞にノミネートされ、初めてブラム・ストーカー賞にノミネートされたドクター風のエピソードとなった。また、2015年9号賞映像部門短編部門にもノミネートされた。 受賞は、オーハンブラック暴走遺伝子のエピソード、カストールが受賞した。ありがとうございます。